さあ、今日も優しく学習していきましょう。今日は生理学の消化の確認問題です。では、早速いきましょう。問題、唾液分泌の中枢は？答え、延髄。問題、唾液に含まれる糖質の消化酵素は？答え、プチアリン。問題、交感神経興奮時に分泌される唾液の正常は？答え、粘中性。問題、副交感神経興奮時に分泌される唾液の正常は？答え、消液性。問題、プチアリンは何を何に分解するか？答え、でんぷんをマルトースに分解。問題、異性腺の主細胞、壁細胞、副細胞からはそれぞれ何が分泌されるか？答え、主細胞はヘプシノゲン、壁細胞は塩酸内因子、副細胞は粘液。問題、ペプシノゲンを活性化してペプシンにする胃液の成分は？答え、塩酸。問題、ペプシンは何を何に分解するか？答え、タンパク質をペプチドに分解。問題、幽門腺の上皮細胞から分泌されるのは？また、幽門腺の G 細胞から分泌されるのは？答え、上皮細胞は粘液、G 細胞はガストリン。問題、胃の働きを促進する消化管ホルモンは？答え、ガストリン、モチリン。問題、胃の働きを抑制する消化管ホルモンは？答え、セクレチン、コレシストキニン、VIP、GIP。問題、気が収縮に関与すると考えられている消化管ホルモンは？答え、モチリン。問題、水液に含まれる糖質の消化酵素は？答え、アミロプシン。問題、水液に含まれるタンパク質の消化酵素は？答え、トリプシン、ヒモトリプシン。問題、水液に含まれる
脂質の消化酵素は？答え、水リパーゼ。問題、腸液に含まれる糖質の消化酵素は？答え、マルターゼ、スクラーゼ、ラクターゼ。問題、腸液に含まれるタンパク質の消化酵素は？答え、アミノペプチダーゼ。問題、腸液に含まれる脂質の消化酵素は？答え、腸リパーゼ。問題、ヌクレアーゼの働きと含んでいる液体は？答え、働きは核酸を糖と塩基に分解する。含んでいる液体は水液と腸液。問題、エンテロキナーゼの働きと含んでいる液体は？答え、働きはトリプシノゲンとキモトリプシノゲンを活性化する。含んでいる液体は腸液。はい、今日の問題で何か課題は見つかりましたか？では引き続き国家試験の勉強頑張ってください。ではまた明日。